してみましょうか。はい。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。トニーとジャイのトニーです。はい、今週もやってまいりましたリトルナイトメア実験タイムということでですね、この先生でね、ちょっといろいろ実験していこうかなっていう感じですね。まあここでもね、いろいろ巨大脳みそを置いてみたり、まあいろいろいたずらしてたんですけど、やってないことはあるんですよね。リトルナイトメアファンの私たちであっても、敵のね、すべての行動を知ってるわけではないんですよね、きっと。そこでこの棚の上に登ってみたら、先生どんな感じになるのか、はい、それをね、はい、見ていこうと思います。もうこの声はですね、アフレコなんで結果は知ってるんですけど、とにかく見ていきましょう。それではレッツゴー。また面白い挙動を見せてくれるのか。下に落ちちゃった、下に落ちちゃった。え、バレてない、あ、バレてない、うまい具合に隠れれた。あ、よかったよかった。よし、これだぞ。すごい動きだ。先生、こっちは私は。あ、え、止まった。先生、あー、止めることに成功しましたね。え、じゃああなたはもう何も。反応するかい。ちょっとな、次はちゃんと見ようか。ちゃんとバグった様を見よう。先生のな、テレポートした瞬間ちょっとストップします。はい、今反応しましたね。ウィって言ってましたね。ということで、ここでじっくり観察してみましょうか。はい。届かんかったな。切ない切ない。私はこっちから行くからな、もう。はい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 。ああ、動いた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 。動き出しましたよ、あの人。怖すぎ。あっちの棚に登ってみる。じゃあ次。いやー、先生の動きは楽しいですね、やっぱりね。この上。ここだ。よし、ここにモノ君逃げるからな。はい、こっちの棚に逃げてきましたが、さあどうなるでしょうか。一緒かな。ここは手伸ばすんや。先生の動き面白いな。ちょっともうちょっとちゃんと見よう。目はちゃんと見てるな。上ちゃんと見てますね。いや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 、なるほど。先生、あー、首伸ばした。いや、面白いですね。このままじゃあちょっと移動してみますか。移動。目がすごい方向向いてなかった今。バカなやつめ、私はこっちだ。へいへいへい、さあ逃げろ、早く早く逃げて、早く早く早く。ね、無理だった、間に合わんかった。はい、この先ですね。はい、この先先生は超追いかけてくるんですが、ここでね、ちょっととある実験をしたいと思ってるんですね。ここ先生復活するんすよね。はいはいはい、こうなってますね。で、ここでビューって行って、ビューって登って、ビューって行った後、こう逆走するとですね、先生ここにまた復活してるんですが、今回は私ここにね、テレポートしてみようかなと、はい、思っておりますね。ここに来れたんじゃない？あ、来れた来れた。よし、モノくんのテレポート大成功ですね。はいはい、あ、ほら復活してるんですよね、こういう風にね。ほんでこっちの先生はこう首が伸びた状態だと。で、これね、ずっと追いかけてるんですよね、どうせ。で、この状態で私もっかいこっからこうピューってここ行ったらどうなるのか、ちょっとそれだけ見たいですね。この状態でもっかい首伸ばしてくんのかな、この先生は。あー、気持ち悪いですね。え、あーあー、はいはいはい、誰もいないけどね、そこには。あ、ブルブルした。
ブルブルしてたね。はい、こんな感じね。はい、止まるね。はい、止まったね。はい、止まった止まった。でも私はここにいますね。シックスがいない。シックスがどっか行きましたね。よし。さあ、これでこっちに来たらどうなるのか。死んじゃうかな。あ、いけるね、いける、いけんじゃね。やっぱもうダメだ、当たり判定なくなってるわ。あー、ダメでしたね。そうかそうか、戻ってこれないってわけですね、絶対的に。ということで今回はこの辺で終わりましょう。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら、高評価ボタンの方とチャンネル登録の方をしていただけると励みになります。それではトニーでした。またねー。あー、ここ頭に乗ってやる。壊れた。